北関山は、大韓民国ソウル特別市の江北区、道峰区、恩大楽、上北区、小六都、京畿道、蚊屋市、徳陽区にまたがる、高さ836メートルの山である。昔から、関山、火山、三角山など様々な名前で呼ばれてきた。白雲大人樹本万行大の三つの峰々が集まっており、主に三角山という名で呼ばれていたが、 大日本帝国の韓国併合以降は次第に使われなくなった。北観山と呼ばれるようになったのは、李氏朝鮮の中草の時に北観山城を築城した後からだと推定される。最近では北観山周回コースが開放され、地域の住民からの注目を集めている。北観は観光の北側を意味する。北蟹山国立公園は、秀麗な自然景観を保全し、 快適な探訪環境を提供するために、1983年に韓国で15番目の国立公園に指定された、世界的にも珍しい都市の中の自然公園である。牛事例を中心に、南側の北間山地域と北側の道、峰山地域に区分される。公園全体が都市に囲まれ、大気浄化の役割を果たしており、ソウル市と県各地からのアクセスが容易なため、 自然休息地として住民に親しまれている。北関山は巨大な花崗岩から成り立っており、主要な岩山の間には数十箇所の渓谷が形成され、山と水との美しい調和を醸し出しており、1300種、あまりの動植物が生息している。また、朝鮮の三国時代の新港を遵守費や、北関山城をはじめとした数多くの歴史、文化遺跡と、 100箇所余りの寺説が点在している。ありがとうございます。